おはようございますざますす目覚し朝礼の時間です今月の朝礼は私なべこが担当させていただきます。3回目のテーマは、えー、頭を柔らかくして、えー、編集で遊ぼうというものです。といっても1人でうーんと。 あの悩んで考えるのではなくて他の方の考えを見ながらあそういう考え方もあるのかじゃあ私だったらこうしようというふうにあの共に楽しんでいただければ幸いですさて今里巻さんの読書会ではダンテの新曲を読んでいます先日あの百姓モデルさんのブログに「3」という数字がこの新曲の「 えー、キーになっているのではないかというお話がありましてそこから今日のお題を考えてみました、えー、3つの情報をまとめたものとして三位一体という方があります三味一体見えますかね、えー、例えば新曲ではキリスト教の考えに基づいた父と子と精霊というのがそれにあたりますその他の例としては じゃんけんのグーチョキパー、衣食十、徳川御三家の水戸終わりキ建築の、えー、世界では平面図、断面図、立面図というようなものがあってあの三密体の方っていうのは日常生活にいろいろと隠れているなと思いました。三密体の特徴としましまては 3つのものの切り口が揃っていて、3つが互いに引っ張り合う、そんなイメージです。それでは、今日のお題です。三味一体になっているものを、できるだけたくさん考えてみよう。君になら、できる。